成長する中で孤独を感じますか？またその感情のコントロールをどのようにされていますか？また批判などに対してどのように考えていますか？孤独は感じないですね。孤独は感じない。なんかいつも言ってるんですけど、結局自分が選んだ道じゃないですか。成長したいとか YouTube をやりたいとかロサンゼルスに行くとか自分が選んだ道なんで、そこに対してもう孤独とか、だからネガティブな感情マジで一切ないですね。もう自分で選んだから、これやらされてるんだったら感じるんですけど、マジで感じない。で、とは言っても確かに今ね、誰か風味がいたらなとかってあると思うんですけど、まあ、それコントロールもクソもなくて、あ、じゃあ次回は来ようとか、じゃあさっきの話で言うとどうやったら一緒に来れるかなとか、風味にじゃあ稼いでもらわなきゃとか、わかんないですけど、そんな感じの視点なんで、どっちかというと楽しいんですよね。はい、そんな感じで、また批判などに対してどう考えて行動されてますか？まあ、今のところおかげさまで皆さん優しいんで批判はないんですけど、たまに本当にいいと思って批判めっちゃしてくれるんですよね。まあ、初期で言うと音が悪いとか音声が悪いとか、そういうのは本当にいつも言っている通り、僕成長するためのポイントは変化することなんで、そういうのはもうできるだけ柔軟に受け入れるようにしてます。あ、音が悪いんだとか滑舌が悪いんだとか、 1.5 倍速で話すとちょっと聞き取りづらいんだとか、そんな感じでできるだけ皆さんのこと、僕前の動画で言ったんですけど、みんなのことを僕先生だと思ってるんですよ、初めて会う人に。なんで教えてもらったというマインドでやってます。でたまにまだ自分も子供で、いやなんやねんと思う時ありますよ、それは悔しくて。けど、まあ、落ち着いて一周回ると、あ、言われるってことは自分のせいなんだっていう感じで処理はしてるつもりです。でもまだまだ全然イラッてしちゃう時ありますから、はい、どう考えてますか？で、だから前向きに改善しようとしてます。で、ただ明らかにエグい批判はもうマジで無視です。本当によく言うなんていうアンチっていうんですか、いないんですけど、そんないないんですけど、もしあったとしたらもう無視、うん、でも僕本当気にしいなんで本当はめっちゃ嫌ですね。もうマジで嫌、アンチ、もう平和に過ごしたいです、本当に嫌。不安や焦りを感じることありますか？もしあったらどう対処されてますか？ありますよね、そら。なんかね、 あれどうなってるかなとか、あれやんなきゃなとかもありますけど、まあ、やんなきゃな系はやりますよね。当たり前ですよね。いつもね、さっきも答えましたけど、そのものに対する不安とか劣等感とか悔しさとか悲しみって、そのものを対処しないとなくならないんですよ。なので僕は、あ、このテスト点数悪かったと思ったら、もう絶対それをやっつける。そこで勝つ。じゃあもう次ないじゃないですか。その悩み消えるし、それこそ宿題やってないなって、このレジュメ作ってないなとかあれば、言ったとおり、やれば終わるじゃないですか。なくなるじゃないですか。そんな感じでやってますね。うん。そう。だから逃げないですね。よく逃げるが勝ちっていう理論もあるじゃないですか。僕それは一部容認するんですけど、僕は基本的には逃げない。しっかりやる。うん。で、本当にどうでもいいけば逃げますね。うん。特に危ない人に出会ったとか、そういうのも逃げた方が絶対早いんで、そう、そんな感じですかね。会計士受験の時のモチベーションは何でしたか？なんとなくで会計士勉強を始めてしまい、モチベ不足です。なるほどね。さっき言った通り、結構目的意識結構重要だと思います。なんで勉強してるんだっていうのが一番先にあるといいと思いますんで、今一度ぐっとこれ立ち止まっていいと思います。これ受験最後まで続きますから、一日使っていいと思いますんで、なんで勉強したかったんだっけっていうプラスの意味ですね。一つ考える。で、逆に言うとマイナスの意味で言うと、どういう人生は嫌かなっていうのも結構一つありです。で、それを避けるためにこの会計士受験が、まあ、ためになるんで、資格取って仕事すれば、自分の人生歩めるんだと思ってしまえば、そのマイナスを避けるっていうようなモチベーションになったりするんで、プラスかマイナス、どっちでもいいんで、そもそも Y ですね。なんで勉強してるんですかっていうのを今一度立ち止まって考えてみてください。で、自分の中にそれがなければ、テストケースというか、ごめんなさい、ベンチマークですね。こういった人生いいよねって、会計士でこういう人いいよね、こういうことしてる人いいよね、こういうキャリアの人いいよね、みたいな感じで、なんかそういった、指標になるような人、モチベーションになるような人を見つけるっていうのも一つありだと思います。とにかく、はい、目的意識、ゴール、Y っていうのを考えてみてくださいとしか言いようがないですかね。あとはそれがあっても日々勉強辛いこといっぱいありますから、それを思い出してチューニングしていくっていうのはまた別の話です。はい。